本当や、また、え、あ、これダメや。まずい発言集やもん。見ようって、え、まずい発言集やで。もうまずいの見たら、うん、パート2なん。なんでまずいやつのパート2作ったん。ダメって言うたやん。まずいのは。8分あるで。まあ大晦日だしな。皆さんこんにちは、四日市イングリッシュです。夜勤とかけまして、お掃除前の汚い床ととく。その心はどちらも放棄せざるを得ないでしょう。ずんだもんです。今回はなんでちょっとカヤみたいになったんだ。ありがたいことに好評をいただいたまずい発言編のパート2を解説していくわ。わーい、楽しみなのだ。まだパート1を見てない方はぜひ見てくださると嬉しいです、うん、これちょっと途中でやめる可能性あるんだよね。エルックスライク、ワットカインドオブ〇〇ドゥユーライク、ハウアバートを学んだのだ。この3つのフレーズの意味を覚えているか試しに確認してみてね。おえちゃんは1つも覚えてなさそうなのだ。何これ。それじゃあ前置きはここまでにして、うん、授業を始めましょうか。行きましょう。よろしくお願いしますのだ。というわけで今回はまずい発言編パート2を、うん、そうなパート1があったんですか。道のりは長いのだ。どんだけやるつもりや。この3つの表現を学んでもらうつもりよ。んあれまずい発言編、ね、言ってた割にはなんだかどれも役に立ちそうな物語なのだ。パート1の動画を見返してみて、さすがに私もやりすぎたな、思ったの。反省しとる。NHK のような真面目な教育動画チャンネルを目指すことにしたわ。前みたいに差別発言ギリギリのが来ると思って、うん、変に構えていたのが、ギリギリやったよな、あれ、本当に。今度こそ、友達に安心しておすすめできるのだ。うん、よかった。それじゃあまず、一つ目のフレーズを解説していきましょう。どうしたの？先生。顔色が悪いようだが、どうかしたのか。顔色が悪いな、先生ですよ。その…まずい。外国人顔負けのブラックジョークをかますミユのレイシストの発言からも学べることがあるのよ。海外からミユが恐れられる日も近いのだ。今回のやりとりを英語に訳すとこうなるわ、うん、You look pale. What's wrong? Right back at you. ペイル、ってのは何なのだ。ペイルってなんだ。ペイルは青白いという意味で、うんうん、You look pale で顔色が悪いように見えるという意味になるわ。そうそうそう、顔色悪く見えたんだ。ライトバックはというはそっくりそのままお返しするよという意味を。おえちゃんに振られた時に使えそうなのだ。それでこの発言の重要フレーズは何なのだ。 What's wrong? よ、これは体調の悪そうな人にどうした、何かあった、うん、と理由を聞く時に使えるフレーズなの。最近パイプをつけるといつも顔がシワシワのおえちゃんにってことやな。ぜひ使ってあげたいのだ。でもあれ What's wrong with you? みたいに with you を後ろにつけなくていいのだ。ずんだもん、ミスユーなんてつけたらおえちゃんみたいに無自覚に他人を傷つけるモンスターになってしまうわよ。どういうことなのだ、うん、おえちゃんにはなりたくないのだ。そうね、これ以上被害者を増やさないためにも今からミスユーがない時とある時の意味の違いについて解説しましょう。よろしくお願いしますのだ。まずミスユーをつけない時だけど、うん、これはさっき解説した通りどうした、何かあった、うん、という意味になるわ。ちなみに答え方はこんな感じよ。 What's wrongI'm tired. What's wrong? Nothing. Thanks. なんとなくわかったのだ。問題は、with you がついている方よ。やばい、難しい英語が。あなたに悪いことがあるというニュアンスになって、日本語では、うん、何やってんだ、頭おかしいんじゃないと訳されるわ。What's wrong? 体調が悪い人に頭おかしいんじゃないなんて言ったら、周りからすぐにはぶられてしまうのだ。うん、確かに。豊か雪男が、豊か、雪男になってしまわないように、きちんと覚えておいてね。豊か and 雪男。じゃあ、with you はつけない。と覚えておけばいいのだ。豊か雪よ。基本的にはそうね。豊か雪よ。水が使える場面があるの。例えばこんな感じよ。What's wrong with your arm? What's wrong with my PC? このように、水の後ろに相手の体の部位や物の名前を言うことで、腕けらしてるけどどうかした、いや、俺も分かったよ。なんかおかしいんかなといった意味になるわ。こっちも使えそうなフレーズなのだ。What's wrong with my PC? それじゃあ済んだもん。実際に使って練習しましょうか。分かったのだ。うん、あれ What's wrong with your hand? 気づいたらモニターが割れてた。怖すぎるのだ。おえちゃんの異常行動はさておき、使い方は完璧よ。もし近くに怪我してる人がいたら What's wrong with 〇〇を使って、なぜ怪我したのか聞いてみてね。べっこり言ってる。わかったのだ。それじゃあ腕怪我してるってそういうことか。どうせ少なくないですか。お前殺すからまた一人減るわ。それでもええわ。訴えたらワンちゃん勝てそうなのだ。最初5分であれ、たったの1時間ほどで配信終了した大江の高雪最後の YouTube ライブからも学べることがあるのよ。早速英語を確認するのだ、うん、
I'll kill you, so the number of viewers will be reduced by one. ただの殺よこなのに、なんだかかっこよく聞こえてくるのだ。ここでは、ザナンバーオブについて解説していくわ。ザナンバーオブで、何々の数で意味だったはずなのだ。特に解説することなんてなさそうなのだ。そうね、ただ多くの人がザナンバーオブと形の似ている、うん、ザナンバーオブの意味を間違って覚えているから、うん、その意味の違いを説明したいの。なるほど、わかったのだ。内容が英会話とは若干離れてる気がするけど、そこに触れるのは MC なの。 MC な。それじゃあ説明していくわ、うん、まずザナンバーオブはさっきスンダモンが言った通り何々の数という意味よ。これを使ってこんな例文が作れるわ。 The number of viewers was finally less than 2000. わかったわ。正解はおえちゃんの同説が2000人切りましたねという意味になるわ。同説に入れるのは一発アウトなのだ。それじゃあ次はアナンバーオブの意味を説明するわ。アナンバーオブはいくつかのやたくさんのと訳されるわ、うんうん、ザナンバーオブとは全然違うのだ。これを使ってこんな感じの例文が作れるわ。 OA ちゃん is disliked by Amon for a number of reasons。 これは OA ちゃんはいくつかの理由でエモンから嫌われているという意味になるわ。なるほど。確かにどこの配信でも OA ちゃんの話題が出るたびに OA し、うん、愛されてるよな。言われてるのだ。2024年は OA ちゃんの年になるといいわね。ね。いよいよ今回ラストのフレーズに進むのだ。マイクラ、マイクラやったらいいぞ、マイクラ。マイクラエンダーマン怖くて無理なんやって。うん。もう何も言いません。アドちゃんみたいになってる。何もできんの？何もできねえよ。オナニー、ごめんなさい。誰かとコラボするたび、ろくなこと言わないんですけど、この人。弱い36にして、1日2回の自己愛を繰り返す、オナニーマスターおえさわの発言からも学べることがあるのよ。ありったけの英語をぶっかけてやるのだ。最近そうですね。さっきの会話を英語にするとこうなるわ。Seriously? What can you do? I can't do anything. I can only masturbate. Oops. Ah. 思っていたより簡単な文章に見えるのだ。なんだなんだこれは。そうね、ここに出てきた単語はみんなはほとんど知ってる単語ばかりだと思うわ。パート1でも言った通り、日常英会話に必要な単語はみんなが思っているより少ないの。受験英語を経験してきて、英語ってなんか難しくて苦手なんだよな、うん、と感じている人たちがこの動画を見て、少しでも英語学習のハードルが下がったのなら嬉しい限りよ。英語って簡単やな。真面目してるけど、これは何の話ですよね。今回は何々しかできやんという発言に関連して次の表現を紹介するわ、うん、あれ、これはよく使うフレーズなのだ。外国人に急に話しかけられた時によく使うフレーズね。これは英語でこういうわ。 I can't speak English very well. 僕はよく I can't speak English とだけ言っているのだ、うん、それでも伝わると思うけど、このベルをつけないと少し誤解を与えてしまうかもしれないの。あまり上手に。一体どういうことなのだ。例えば海外の人の気持ちになって、うん、日本人に道を尋ねる場面を想像してみて、うん、この時に相手から英語話せませんと英語で言われても、うん、いや今英語話しとるやないかい、はあ、で突っ込みたくなっちゃうの。めんどくせえな、そういうことなんや。全然知らなかったのだ。そういった印象を与えないよう I can't speak English very well と言っておいた方がいいわね、うん、オナニーの話から始まったのに、うん、すごくためになったの。なるほど、確かにね。すぐに覚えられるフレーズだから、みんなもぜひ使ってみてね。というわけで本日の四日市イングリッシュは以上になります。お疲れ様でした。2023年が終わる前に、おえちゃんの過去の発言を振り返れてよかったのだ、うん、2024年はもっとまずい発言が出てくることを期待するのだ。そうなの。2024年も四日市イングリッシュをよろしくお願いします。それでは、うん、さようなら。はー、次回は全員直屋編お期待するのだ。さようなら。もうそれ俺じゃなくてええやん、全員直屋編やん。ただのなるほど、勉強になりましたね。